おはようございます。画家の荻磯です。今日はですね、久しぶりに勝手にアーティストファイルを行いたいと思います。この勝手に第8回かな、勝手にアーティストファイルというのは、鬼高評価に出してくださっている、方の中からこの人おもろいなということで、ご紹介していくという企画でございますけども、今日はですね、この方ですね、この方、名前何だっけ？あ、北野空さんです。北野空さん、この方ファン多いんじゃないでしょうか？どうでしょうかね。こちらの作品ですね。ねえ、これ初め送られてきた時、うわ、この人どんな感じの人なんかなというふうに思いました。メンバーシップの方では100号の作品とかを見たりしたんですけども、失言がございました。お詫びして訂正はいたしませんが、編集はできません。ね、すごく力ある絵の具のこの筆致というですね、この冬野菜という作品ですね、は非常に、ね、絵の具が乗って油絵の具の良さみたいなのを知ってて、この人どれくらいやってはるのかなっていうか、聞いたらやっぱ若干こう昔美大とかを目指されていたということもあったらしいので、すごいこう基本的なことがやっぱりできていますよね。もう本当非常に素晴らしい作品やなというふうに思います。でこれ送られてきた時にね、やっぱりこのタッチの良さ、油絵の具の良さみたいなのを非常に感じました。続いて送られてきた作品がこちらの作品だったんですけども、ね、人物も描きやるんやということで、ね、4年前から京都で暮らしていますと、東京にそれまでいたということで、この文章の中には唐津で生まれ育ちということで、何かね、ご縁があるんですね、なんかね。で、京都の舞妓さんの写生会に参加したということでですね、舞妓さんを描いた人物もこのですね、透明感のある、どうした、眩しい描き方みたいなのが本当にこう、力あるなと思います。まあ本当にもうはっきり言ってしまうと、もうセミプロでやっていけるんちゃう、いや、プロでやっていけるんちゃうかなぐらいの感じがしますので、個展などですね、全然無理ですね。したらですね、ちょっと見えちゃいけないもん見えてしまいましたかね。古典などをやっていくことができるんじゃないかなというふうに思います。絵の具のやっぱりこう、つき方とか本当にこう、皆さんね、かっこいいしね、影の色なんていうのの描き方なんて非常に皆さんにとって参考になるんじゃないですか。いや、こんな描き方もできやるんやなということで、3号という小さな作品ですけども、やっぱり絵の具のこう質感みたいなのとかすごい綺麗ですし、色の配色ですね、配色も非常にこう、混色をしっかりされて、まあ、特にこの影の反射光なんていうのは本当に非常に良くて、それに対して背景のこうブラッシュストロークなんていうのもなかなか小気味良くて、もうほとんど何も言うことないなと思ってます。次の作品はこちらなんですけどもね、バラね、どうですか皆さん、こうね、油絵の具がやりたくなるような感じじゃないですか。この作品を見たりとかすると、もう油絵の具ってやってみたいなと、本当にこうアラプリマといって一発で描いていく、私なんかは結構教えていっている技法というのはどちらかというと、ね、構造を作っていくような描き方なんですけど、それとはちょっと違う描き方なんですけども、僕は本当にこういう絵の具のつき方、あとはやっぱ形の出し方が非常にいいなというふうに思います。形の出し方がですね、形の出し方、まあ形っていうのはね、やっぱりこうまだまだ力がないなって人、どうしてもシルエットが見えてきてしまうんですよね。でもシルエットというよりは形のこう中側からぐーっとせり出てくるように描いていくというか、輪郭をこういろんなこうせめぎ合いをすることによって描いていくという方法を取れていますので、ね、そういうところなかなか参考になるんじゃないかな。背景なんかも別にこう具体的なものを描いているわけじゃないんですけども、非常に絵の具を一手一手、混色して、置いていくことによって、責任を取っていくということができているので、非常に良い作品なんじゃないかなと思います。ちょっとね、7枚ございます。そしてこちらの作品ですね、アジサイでございますね、ガクアジサイかなを描いた作品、これもいいですね。本当に言って言って、これで決めてやるんだ、これで決めてやるんだという瞬時の言って言ってっていうのが非常に見て取れて、ね、その瞬間にどうやって決めるか、もう僕はいつも言うてますけど、画面に対して本当にこう責任を取るということ、背景に置いてある後ろの青い色なんていうのが置くことによって明るめのアジサイが
引き立って見えてくるなんていうことまで分かっていて、ああ、よく分かってらっしゃる方やなと、もう本当にこれから、ぐいぐい書いていったら、展覧会などね、やって、明るめの額縁が僕は合いそうな気がしますけどね、なんか額をつけるとしたらね、なんかシンプルな額でも十分絵の具の個質感が立って見えてくるので、いいんじゃないかなというふうに思います。これなんかもう本当にブルーが綺麗で、もうこの基本的にはこう、勝手にアーティストファイルは基本的には褒めて終わりますという企画でございますので、皆さんにね、こういう油絵の具のこういうのやってみたいなと、本当に皆さん参考にしてほしいのは、背景とかにもしっかり絵の具を置いてあって、形に対してね、出し方、明るい色でバーンと置いたり、暗いでギュッと引き締めたりとか、外側からダーンとやったり、内側からダーンとやったりとかっていうことは、ものすごくこう参考になる方なんじゃないかなと思います。そしてこちらの作品ね、こちらの作品もですね、すごい素敵な作品ですよね。これは何や、アンスリウムのある生物10号ということでですね、お盆に飾ったアンスリウムの花が1ヶ月経っても美しく咲いているのでということで、あれですね、今度本当に京都の風景とか書いてほしいなと思うんですけど、インバウンドでものすごい京都来てるんでしょなんか大変なことになってるんちゃうかなというふうに思ったりとかしてますけど、このなんかアンスリウムの影の色、葉っぱの影の色のグレートーンとかもなかなか出来やんですよ。これもうこのグレートーンにこう締めたっていうのは、まあ実際問題もっと暗かったかもしれないんですけど、画面として作り上げていった時に、ここに例えば暗い見えたままの葉っぱとかの色をガンと置いてしまったりすると、案外面白くないというか、画面の端の方に来てたり脇役やったりするので、そういうところはやっぱりこうある程度ラフに、でもやっぱりちゃんと形として成り立っていないといけないので、ここにはしっかりと不透明のなんか絵の具をドンと置いているグレートーン、これが実は効いているということに皆さんお気づきでしょうか。そしてこのアンスリウム、まあ下の方のこうグラスとかの形の出し方なんていうのはアップで見てみても、なんかね、絵の具をグッ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 と引き締めたりとかしているところなんていうのは、非常にこう外側から決めたりとか、ビー玉みたいなものもありますけども、そういったものもね、非常に良いなというふうに思います。ややもするとこう素人の人って、手前に来れば来るほど、例えばじゃあ台座を一番手前やから強く書いてあげようとかする人いるんですけど、台座なんか別にもし台は台なんで、やっぱモチーフの方にちゃんと目が行くように、台のところのコントラストっていうのを弱めているところとか、すごくこうざっくり書いているところみたいなのと、層密みたいなのが非常に書き分けられている、非常に良い作品じゃないかなというふうに思います。そしてアポですね、アポをこうアポさんをですね、いただいたという感じだったんでしょうか。コメントもね、本当にリンゴのところにキュッとこう入ってる白なんていうのがね、これは効果的なんですよね。これがわかるでしょうか。グッと引き締めてる白とかっていうのがですね、こういうところに後ろの方にグッと入ってるこう白とかっていうのがね、なかなか効果的なんですよ。こういうことにね、気づいてもらえると皆さんいいなというふうに思います。外側から形を出すという、まあ、年齢的にも、まあね、女性なんで言わん方がいいですけど、僕の動画の視聴者の、まあ、平均視聴者はだいたい70歳ぐらいなんで、僕はそれより、若い、かなり若いんじゃないかなというふうに思いますので、まだまだこれからが楽しみやなというふうに思ったりとかします。で、最後に送られていたこちらの作品ですね。こちらの作品もいいですよね。どちらかというと今までよりも背景なんかをかすらせて、描いていくような技法で、まあ僕はこれは個人的には厚塗りでいくタイプの方が好きかなというふうにも思ったりもするんですけど、でもやっぱりよく分かってますよね。画面の構成のこともそうですし、絵の具のつき方のこともそうですし、そういったことにすごくこうしっかりとこう理解ができている人やなというふうに思うので、多分これからもいろんなものを描いていって、あんまりこう自分の可能性を閉じないようにして、行ってほしい。もちろん風景もしっかりですけども、なんか、ね、京都に引っ越されたということやから、まあね、インバウンドで人多いやろから、8時ぐらいまでにいろんなとこ回るとかね、5時から7、8時ぐらいまで回るとかしてみたり、逆にこう、お年寄りなんか書いても面白いんちゃうかなとか思ったりしますし、まあ、ちょっとチャレンジして、こう、絵の具の構造的なものを使ってみようかなとか、レンブラントのこう、ゴテゴテと乗せたような、厚く塗ったようなのにグレーズしているみたいな作品とかも参考にされてみても面白いかもしれないし、
とにかく今の段階も全然可能性を閉じないで、広げる方向に持っていって、自分にとっての題材みたいなのが見つかってくるか、今までこうね、唐津の、やっぱ唐津っていいとこですもんね。僕唐津城でライブ配信とかしましたけど、あれも楽しく見させていただきましたというコメントいただいて、ああ唐津なんやねと思って、で唐津とか、あとは関東の方に住まれてたとかっていうことなんで、そういう、こう自分のアイデンティティっていうものは何なんだろうなとかって、まあ言うたら自分が何を書きたいかなとか、自分の個性って何かなみたいなことをこう探しながらですね、ゆっくりと制作に励まれていったらいいんじゃないかなというふうに思います。とにかく可能性を閉じないということが、一つのこう、キーワードになってくるかなというふうに思います。焦らずじっくり、どんなものを書きたいかなっていうのを探しながら、楽しく、絵画、制作、活動をぜひ個展などある際は DM とかいただければと、宣伝こちらでもさせていただければと思います。ということで、第8回ぐらいかな、7回ぐらいかなの、勝手に、アーティストファイルは何でしたっけお名前ごめんなさい、冬夏の夢さんもいるんですね、北の空さんですね、その辺がおじさんごっちゃになってます、北の空さん、からの北の空さんの作品のご紹介でした。では次は誰かをまた紹介します。バイバイ。